プリマス植民地は1620年から1691年までの北アメリカにおけるイギリス植民地の先駆けである。最初の入植地はジョン・スミス船長によって前もって探査され名付けられていたニュープリマスだった。この入植地は植民地の首都となり現在はマサチューセッツ州プリマスとなっている。その最盛期には 現在のマサチューセッツ州南東部の大半を領有していた。プリマス植民地は、後にピルグリムファーザーズとして知られるようになる、宗教的分離派によって設立され、バージニア植民地のジェームズタウンとともに、イギリスが設立した北、アメリカにおける最も初期の植民地であり、ニューイングランド地域では、最初の相当な大きさのある高級的入植地となった。 インディアンのスクワンと州長の助けを得て、植民地の成功を受け合ってくれた、マサソイと州長と条約を結ぶことができた。プリマス植民地は、インディアン戦争の戦いの中でも、最も初期で血生臭いものとなった、フィリップ王戦争では、中心的な役割を果たした。最終的に、プリマス植民地は、マサチューセッツ湾植民地と合併した。プリマス植民地は、 アメリカの歴史の中で特別の役割を果たした。プリマスの市民は、ジェームズタウンの多くの入植者のように起業家で、あるよりも宗教的迫害を逃れ、神を崇めるために適した場所を探したものだった。植民地の社会的また法的体系は、市民の信仰に密接に結びついたものだった。プリマス植民地の多くの人々と、また、それを取り巻く出来事は、 アメリカの神話となり、感謝祭という北アメリカの伝統となった事柄や、プリマスロックという記念碑を生んだ。プリマス植民地は、比較的短期間で消滅したものの、今日でも、アメリカンと言われるものの重要な象徴になってきた。スクルービーの村。1607年までピルグリムの本拠だった。プリマス植民地は、後に、ピルグリムとして知られるようになった一軍の、 人々によって創設された。その集団の中核は成人の40%、家族集団の56%であり、ジョン・ロビンソン牧師、ウィリアム・ブリュースター司祭、およびウィリアム・ブラッドフォードが先導した宗教的、分離派信徒の一部だった。イングランドのノッティンガムシャー州スクルービーの街にいる、時に、信徒たちは、宗教的迫害の圧力を感じるようになった。 1604年のハンプトンコート会議でイングランド王ジェームズ一世はピューリタンとプロテスタント分離派を望ましくないものと宣言し1607年ヨーク大司教は幾人かの信徒の家を襲って牢獄に収監したこのために信徒たちは1609年にイングランドを離れオランダに移動して最初はアムステルダムに後にライデンに住み着いたライデンで 信徒たちはその選んだままに信仰する自由を味わったが、オランダの社会はこれら移民たちには馴染めないものだった。スクルービーの街は農業に基づく地域社会であり、ライデンは産業の盛んな中心地であって、生活の速度がピルグリムには従えていけないものだった。さらに、信徒の社会は結びつきの強いままだったが、子供たちは オランダの習慣と言語に慣れ始めた。ピルグリムは、この時もイギリス王室からの迫害と無縁ではなかった。1618年に、ウィリアム・ブリュースターが、イングランド王と、イングランド国教会を強く批判する文章を、出版すると、イギリス当局はブリュースターを逮捕するために、ライデンにやってきた。ブリュースターは、逮捕を免れたが、 この出来事は信徒たちにイングランドからはもっと離れたところに移動しなければならないという動機を与えた。1619年6月、ピルグリムはニューネーデルラントのケープコッド南部に入植する機会をオランダの影響力を避けたいと思ったために辞退した。あと、ロンドンバージニア会社からハドソン川川口に入植する許可を与える土地特許を得た。次に、 植民地建設がその宗教を広め利益にもつながる手段と考えるピューリタン実業家の集団であるマーチャントアドベンチャラーズを通じて移民のための資金を集めたアメリカに到着した時にピルグリムはその負債を支払うために働き始めたマーチャントアドベンチャラーズからの資金をもとにピルグリムは食料を購入し2隻の フナメフラワー号とスピードウェル号の運賃を支払った。1620年早々に出発するつもりだったが、公開計画の変更や資金面の問題を含め、マーチャンとアドベンチャラーズとの間に片付けなければ、ならないことが出てきたために、数ヶ月遅れることになった。ピルグリムが、オランダのデルフスハーフェン港から、スピードウェル号で出発したのは1620年7月だった。 メイフラワー号はスピードウェル号と落ち合うためにイングランドのサウサンプトンに寄港し物資や他の乗船客を乗せた。サウサンプトンで一行に加わった乗船客の中には一年の大半を隠れて過ごしていたウィリアム・ブリュースターを含む数人のピルグリムとピルグリムにとっては違法人と見られる一群の者たちがいた。 この校舎の集団の大半はマーチャント・アドベンチャラーズの募集に応じたものであり、植民地の統治を行うとともに、植民地を立ち上げるための不可的な働き手という位置づけだった。違法人の中には、植民地の軍事的指導者となるマイルス・スタンディッシュ、大西洋公開中の指揮者となるべくマーチャント・アドベンチャラーズに指名されていたクリストファー・マーチン、 およびウィリアム・シェイクスピアのテンペストのモデルにもなったと言われ植民地経営に失敗した経験のあるステファン・ホップキンスがいた。ピルグリムの船でメイフラワー号とスピードウェル号のアメリカへの出発はさらに遅れた。マーチャンとアドベンチャラーズとの考えの不一致でサウサンプトンでしばらく止まった。総人数120名の乗客はメイフラワー号に90名。 スピードウェル号に30名が分譲し、8月15日にやっと出航した。いざ、サウサンプトンを出航したものの、スピードウェル号に重大な水漏れが発生し、即座にダートマスに寄港する必要が生じた。修理が完了しても、今度は追い風を得られずにさらに遅れた。2隻の船は、 ランズエンド岬を過ぎて200マイルも行かないうちに、またスピードウェル号に水漏れが発生して、イングランドへ後戻りを余儀なくされた。今回は、プリマス港だった。スピードウェル号は、航海に耐えられないと判断され、意味を諦めた者も,もいたが、残りは、メイフラワー号に乗り移り、すでに積載量の多かった船が、さらに混雑することになった。後に、 スピードウェル号の船長が手にならない大西洋を超える航海を避けるために意図的に企業したのだという風評が広まった。メーフラワー号は102人の移民を乗せて1620年9月6日にプリマスを出港した。両船のスピードウェル号はなく、具体的にハドソン川川口に移住することを認める土地特許を持って新世界へ船でした。 途中で強い西風に相いまた、メキシコ湾流のせいもあって、航海は2ヶ月を要した。11月9日、ケープコッドの海岸沖で陸地を発見した。メーフラワー号は指定されたハドソン川川口の場所に、上陸するために南に向かおうとしたが、ケープコッドとナンタケット島の間の浅瀬、ポーラックリップ海域で障害が起こった。冬に向かおうとしている時期であり、 食料も危険なまでに底をついた状況だったので、乗船客は北へ戻り、当初の上陸計画を捨てることにした。ジョン・スミス船長が1616 16年に作成した、ニューイングランドの記述の、表紙ピルグリムはその地域で、初めての人間ではなかった。その地域固有のインディアン以外にも、ヨーロッパ白人による一世紀近い探検、魚老及び入植の歴史があった。 ジョン・カボットが1497年にニューファンドランド島を発見し、イギリスは北アメリカの東海岸に広大な領有権を主張することになった。ニューイングランドの初期の地図の一つは、1540年頃地図制作者ジャコモガスタルディによるものだったが、ケープ・ブレトン島をナラガンセット湾と見誤っていた。この誤りでニューイングランドの海岸の大半が消えていた。 ヨーロッパの漁師は16世紀から17世紀の大半をニューイングランド海岸沖で創業していた。フランス人サミュエル・ド・シャンプランは1605年にこの地域を探検した。特にプリマス港を探索してセントルイス港と名付け、そこと周辺の土地の後半で詳細な地図を作成した。プリマスの街が間もなく作られることになるインディアンの集落。 パチュケットが将来白人にとっては楽しみな入植地としてシャンプランの地図に載った。しかし、メイフラワー号が到着する15年前にイギリス人漁師によってこの地域にもったらされた病気がこの地域のインディアンの90%を絶滅させていた。この病気は天然痘だと一般に考えられていたが最近の研究によるとあまり知られていない。 レプトスピラ症だった可能性があると結論付けられた。ピルグリムが入植したことに対して、インディアンからの抵抗がほとんどなかったことは、その植民地とイギリスによるアメリカ大陸の植民地化そのものを成功に導いた重要な要因になった可能性がある。ポッパム植民地、別名セントジョージトリデは、プリマス会社によって組織され1607年に開設されていた。 現在のメイン州の海岸に作られたこの植民地は、内部の政治的な闘争や、病気と厳しい気候によって悩まされ続けていた。この植民地は1608年に放棄された。ジェームズタウンで名を挙げたジョン・スミス船長は、プリマス植民地近くを1614年に探検し、ニューイングランドという名前をつけたとされている。 スミスはインディアンたちの言葉を聞き書きして多くの地名をつけた。ピルグリムが最初に入植する場所はスミスによって当初アッコマックと呼ばれた。イングランド王ジェームズ一世の息子、当時皇太子だったチャールズ一世と相談してスミスはアッコマックをニュープリマスと変えた。1616 16年にスミスが出版した地図ニューイングランドの記述では ニュープリマスと書かれている。メイフラワー号の入植者が最初にケープコッドを探検したとき、白人が以前にそこで多くの時を過ごした証拠に出くわした。白人の砦の跡を発見し、墓を暴くと白人成人男性とインディアンの子供の遺骨があった。メイフラワー号は1620年11月11日にプロビンスタウン港に怒りを下ろした。 ピルグリムはその地域に入植する特許を得て、いなかったので、乗船客たちは上陸する権利を疑い始めた。そこには、植民地を創設する法的な根拠がないとこぼした。これに応えて、まだ海上にある船に泊まっていた一団の移民が、植民地を統治するための最初の文書、メーフラワー制約を起草し批准した。この意図は、 植民地を統治する手段を確立することだった。それは植民地がイギリスの街のように統治されることを確認したに過ぎなかったが多くの移民の心配を解き放つ目的には役だった。メイフラワー製薬の署名この一段は次の日が日曜日だったので戦場に泊まり祈りを捧げた。11月13日、移民たちは後にプロビンスタウンと呼ばれる地に 最初の一歩を踏み出した。最初の仕事はシャロップと呼ばれる底の浅い小舟を組み立てることだった。この船はイギリスで作られ、メーフラワー号で運ぶために分解されていた。メーフラワー号がイングランドに戻った後に、小舟とピルグリムが残ることになっていた。11月15日、マイルス・スタンディッシュ船長は16名の部隊を構成して探検を行い、 その途中で、インディアンの墓を暴き、またインディアンコーンの埋蔵所を探し当てた。翌週スザンナ・ホワイトが、メイフラワー号戦場で、男の子、ペレグリン・ホワイトを生んだ。この子は新世界で、ピルグリムの子として生まれた、最初のイギリス人になった。シャロップは11月27日に完成し、これを使って2回目の探検が、 メイフラワー号船長のクリストファー・ジョーンズの式で行われた。34名が同行したが、この遠征は悪天候に悩まされた。将来の展望から考えて、唯一評価できる結果は、インディアンの墓所を発見して暴き、死者のために埋蔵されていたコーンを見つけて持ち帰ったことだった。ケープコッドの3回目の探検は12月6日に出発した。この時に、 現在のイースサム近くで最初の遭遇として知られる土地のインディアンとちょっとした衝突があった。ピルグリムは適当な入植地の確保が難しかったことと、インディアンのコーンを盗んだ上に武器を向けて怒らせてしまったことを恐れ、メイフラワー号でプロビンスタウンを離れ、プリマス港に向かった。移民たちは12月17日にプリマス港に怒りを下ろし、 入植地を探して3日間を費やした。いくつかの場所にはダメ出しをした。クラークス島やジョーンズ川の河口の地だった。その後にインディアンが最近放棄していたパチュケットという名の場所を選んだ。この場所は防御に適していることが選ばれた大きな理由だった。入植地は2つの丘を中心にした。コールズヒルは集落が作られ、 ポートヒルは防衛のための大砲が据えられることになった。この場所を選んだもう一つの重要な理由は、以前のインディアンの村人が土地の大半を切り開いており、農作が比較的容易だったからである。清水はタウンブルックとビリントン湖から得られた。その伝説を実証する証拠は全くないものの、プリマスロックは入植者たちが、 その新しい故郷に最初に足を踏み入れた場所だとされている。入植者たちが入った地域は1614年に出版されたジョン・スミスの地図ではニュープリマスと記されている。入植者たちはイングランドを離れる時の港町デボン州のプリマスにちなみ、その地図に記された町の名をそのまま採用することにした。ピルグリムの上陸12月21日。 最初の上陸隊がプリマス入植地となる場所に到着した。しかし、すぐに家を建てようという計画は荒れ模様の天候のために12月23日まで延期された。建設が開始されると常に20名の男が陸上に残って安全を確保し、その他の働き手たちは1日の終わりにメイフラワー号に戻った。女性と子供それに、 体の巨弱なものは戦場に残った。多くのものが6ヶ月間船を離れられなかった。最初の建物は共有建て屋で網枝と泥で作った漆喰でできていた。ニューイングランドの厳しい冬の最中に完成までに2週間を要した。その次の数週間で入植地の残りが少しずつ姿を現した。住居と作業所は コールズヒルの比較的平らな頂上部に作られ、隣接するフォートヒルには、入植地を守ることになる大砲を支えるために、木製のプラットフォームが作られた。身体的に健全な男たちの多くが衰弱して、働けなくなり、病気で死ぬものもあった。19個を計画していた、住居の中7個と、共有盾屋4個が、最初の冬の間に完成した。 新世界における最初の冬の間にメイフラワー号に乗船してきたものの大半が解決病のような病気を患い雨風をしのぐ場所がなく船の上で不自由を強いられた。102名いた乗客のうち45名が最初の冬の間に死にコールズヒルに埋葬された。最初の1年間、すなわち1621年11月まで生き延びて、 感謝祭を迎えたのは53人だった。18人いた成人女性のうち13人が最初の冬の間に死に5月にももう一人死んだので感謝祭を迎えられたのは4人に過ぎなかった。1月の終わりまでに定着に必要な建屋が建てられたのでメイフラワー号から食料の荷下ろしが始まった。2月半ば。 土地のインディアンと数回の緊張した遭遇があった。後で入植地の男性住人が軍隊組織を作った。マイルス・スタンディッシュが指揮官に指名された。2月の終わりに五門の大砲がフォートヒルの防衛拠点に据えられた。ジョン・カーバーが公開中の指導者に指名されていたマーチンに代わって初代の知事に選ばれた。 1621年3月16日、インディアンとの最初の公式な接触が起こった。現在のメイン州、ペマクイドポイント出身のサモセットという名のインディアンが、大胆に入植地の中に歩いてきて、ようこそ、イギリス人と叫んだ。サモセットは、ヨーロッパ人から奴隷にされて、ヨーロッパに送られ、数年して、メインに逃げ戻ってきていたので、いくらかの英語を覚えていた。 インディアン集落パチュケットの前の住人がおそらく天然島で死んだことをピルグリムが知ったのもこの会見の時である。彼らはこの地域の最高指導者がワンパノアグ族の州長マサソイトであると思い違いした。マサソイト州長はワンパノアグ族インディアンの一子族ポコナケット族の州長だったが白人は彼をワンパノアグ族連合全体の創設者で指導者と 見ました。しかし、インディアンの州長は合議制の中の、調停者、世話役であり、指導者でも、権力者でもない。しかし白人たちは、州長を、主張と誤認してしまい、以後のインディアン部族との交渉で、州長の同意部族の同意と思い込んだ。合議を経ていない白人の要求は当然、 インディアン社会から反発を受け、インディアン戦争という血みどろの植民地戦争を生み出していった。白人たちは、パチュケットの出身で、マサチューセッツ族名、ティスクアンタムとして知られるスクアントの存在も知った。スクアントは、ヨーロッパに滞在したことがあり、英語を流暢に話した。サモセットはその夜を、プリマスで過ごし、 マサソイトの部族員との会合を手配する約束をした。マサソイトとスクアントは、ピルグリムのことを気遣っていた。マサソイトが、初めて、イギリス人に会った時、部族の数人の男が、イギリス水フの言われのない攻撃で殺されていた。ピルグリムがプロビンスタウンに上陸した時に、コーンの埋蔵品を盗んだことも知っていた。スクアントは1614年に、 イギリスの探検家、トマス・ハントに連れ去られ、最初は、スペイン人総侶団の奴隷として、続いて、イングランドに渡って、ヨーロッパで5年間を過ごしてきていた。1619年、探検家、フェルディナンド・ゴルジュの案内人として、ニューイングランドに戻ってきたが、マサソイトとその部族員が船の乗組員を皆殺しに、して、スクワントを取り戻した。サモセットは、 3月22日に、スクワントを含むマサソイトの代理人らと共に、プリマスに戻ってきた。マサソイト自身も、その後間もなく加わった。贈り物の交換後に、マサソイトとカーバー知事は正式な和平条約を結んだ。この条約では、お互いに相手に害を及ぼすようなことをしないこと。マサソイトは、その同盟者がプリマスと平和的な交渉を行うように使者を送ること。 戦争が起こった場合は互いに協力して戦うことが盛り込まれていた。マサソイト州長は部族の調停者としてこの調停に加わっている。しかし上述したようにインディアンの州長は指導者ではないので部族員にこれに反発する者がいたとしても彼にこれを制限する権限はない。4月5日、プリマスコにほぼ4ヶ月停泊したままだった。 メイフラワー号がイングランドに向かって船でした。最初の冬で102人の乗客のうち、半数近くが死んでいた。ウィリアム・ブラッドフォードは、この最初の船で共にやってきた100人の中で、ほぼ半数が死を免れなかった。彼らの多くはに3ヶ月のうちに死んだ。と書き記した、コールズヒルの墓のいくつかが1855年に掘り出された。その意外は、 プリマスロックの近くに移送された。最初の感謝祭1621年遅くの秋の祭りは後に最初の感謝祭として知られるようになったが、ピルグリムにとっては知る由しもないものだった。ピルグリムは感謝祭として知られる祭りは認識していたが、それは信徒の幸運のために神をあがめ感謝する経験な儀式だった。ピルグリムが感謝祭と呼んだ。 最初のものは1623年に行われたものだった。この時、新たな移民と物資が到着するという知らせが届いたことに反応したものだった。この出来事は、おそらく7月に起こり、丸1日の祈りと礼拝、及びささやかな祝宴が行われた。アメリカ合衆国ではこの出来事を記念して、毎年11月末により適切な言葉、 収穫祭として祝われている。最初のお祭りはおそらく1621年10月、早くに開催され、生き残った、ピルグリム51名とマサソイトの一等90名と、共に祝われた。この催しに関する3つの当時の資料が残っている。ウィリアム・ブラッドフォードによる、プリマス・プランテーションについて、エドワード・ウィンスローによる、ートの関係、及び、植民地の初期間で、 ブラッドフォードの老いだったナサニエル・モートによるニューイングランドの記憶である。お祭りは3日末月、入植者が買った多くの種類の水鳥、野生のナナメントリ及び魚とインディアンが気前よく与えた5頭の鹿が共演に供されたマサソイとと、その1頭が去ると、スクワントはプリマスに残ってニューイングランドで生き残る方法をピルグリムに教えた。 例えば死んだ魚を使って大地に肥料を与えることである。メーフラワー号が去って間もなく、カーバー知事が突然亡くなった。ウィリアム・ブラッドフォードがその後継者に選ばれ、植民地の成長期の多くの期間を引っ張っていくことになった。マサソイトが約束したように、多くのインディアンが1621年の中頃に、プリマスを訪れ、和平を誓った。7月2日。 ピルグリムの一体が、エドワード・ウィンスローの引率で、州長との交渉を続けるために出発した。この中には通訳としてスクワントも含まれていた。数日間の移動後に、一行は、マサソイトの本拠、ナラガンセットワンに近いソワムズ集落に着いた。食事と贈り物の交換後に、マサソイトは、イギリス人と、排他的交易名役を結ぶことに同意し、 この地域にしばしば現れて、交易を行っていた、フランス人を排除することになった。スクアントは、一行を離れてその付近を歩き回り、いくつかの部族と交易関係を築いていた。7月、遅く、ジョン・ビリングトンという名の少年が、入植地の周りの森の中でしばらく行方不明になった。少年は、ノーセット族に発見されたと記録されている。 ノーセット族はピルグリムが前年の最初の探検中にコーンの種を盗んだケープコッドのインディアンと同族だった。イギリス人はビリングトンをプリマスに戻してもらうために代表団を組織した。ピルグリムは少年を返還してもらう代わりに盗んだコーンをノーセット族に弁償することに同意した。この交渉はその地域のインディアンとの和平確保に発展した。 ジョン・ビリングトンの解放について、ノーセット族と交渉している間に、ピルグリムは、マサソイトが経験しつつある問題を知った。マサソイト、スクワント及び数人のアンパノワグ族が、コービタント州長らのいる、ナラガンセット族に捕まっていた。マイルス・スタンディッシュを指導者とする10名の部隊が、組織され、コービタントを探して処刑するために出発した。 コービタントは州長であって、指導者のような部族を率いる存在ではない。しかし白人はこれを理解できないから、彼を捕らえ処刑したがったのである。コービタントを探している間に、スクワントが逃げ、マサソイとも部族に戻ったことが分かった。スタンディッシュの舞台によって、数人のインディアンが傷つき、プリマスで治療を受けた。スタンディッシュの舞台は、 コービタントを捕まえることには失敗したが、武力を示したことで、インディアンからはピルグリムに対して一目置かれ、その結果、その地域で勢力を持つ部族のうち、9人の州長が、この中には、マサソイトやコービタントも含まれていたが、ジェームズ国王に対する忠誠を誓う条約に9月に署名した。インディアンは文字を持っていないから、署名というのは、 名前の代わりに X 因を書き込むというものである。1622年5月、スパロー号という船が、この地域で、新しい入植地を探す目的でマーちゃんとアドベンチャラーズに派遣された7人の男たちを運んできた。その後2隻の船が続き、60名のすべて男の入植者を運んできた。彼らは7月と8月をプリマスで過ごした後、 北へ向かって、今日のウェーマスに入植し、ウェサガセットと名付けた。ウェサガセットの入植地は短命に終わったが、土地のインディアンとイギリス人との間の政治的な、関係を劇的に変えるような出来事を起こすことになった。ウェサガセットに対するインディアンの武力による反発があるという報告を受けて、マイルス・スタンディッシュは、ウェサガセットを守るための民兵隊を組織した。しかし、 スタンディッシュは何の攻撃もなかったことが分かったので先制攻撃をかけることにした。インディアンから攻撃がなかったのに白人は進んで攻撃を仕掛けたのである。歴史家のナサニエル・フィルブリーックによってスタンディッシュの襲撃と呼ばれている。この事件でスタンディッシュはマサチューセッツ族の結出した二人の軍事指導者と思い込んでいるインディアン二人を食人を共にし、 交渉を行うという名目でウェサガセットの宿舎におびき出した。インディアンの社会は合議制であり、軍事指導者などというものは存在しない。スタンディッシュは指導者と想定されるものの殺害を企んで、これを実行したのである。スタンディッシュの部隊は、何の疑いも抱いていなかった二人のインディアンを刺し殺した。オブタキーストという土地の州長が、 スタンディッシュの舞台に追跡されたが、ウェサガセットで捕まえた3人のイギリス人捕虜と共に逃げてしまい、捕虜は後に処刑された。ウェサガセットは短期間で放棄され、残ったものはプリマスの町に合流した。スタンディッシュの騙し討ちによるインディアン虐殺の話は、インディアンの間にすぐに広まった。多くのインディアンは、さらなる虐殺を恐れて、集落を捨てて逃げ出した。 フィルブリックは次のように記している。スタンディッシュの襲撃は取り返しがつかないほどにその地域の人間関係を傷つけた。それは新たな平行状態が生まれる前のことだった。エドワード・ウィンスローはその1624年の回顧録、ニューイングランドからの良い知らせの中で次のように記している。彼らはその家を諦め、取り乱した人のようにあちこち走り回り、沼地や荒地に住んで、 種々の病気を流行らせ、そして多くが死んだ。土地の部族から供給される毛皮という公益手段を失い、ピルグリムはマーチャンとアドベンチャラーズに対する負債を払うための収入源を失った。スタンディッシュの虐殺は地元の縄張りを強化するというよりもむしろ植民地に悲惨な結果をもたらした。ウィリアム・ブラッド・フォードはマーチャンとアドベンチャラーズに送った。 手紙に次のように記している。我々は、攻撃に大きなダメージを受けた。我々が毛皮を得ていたインディアンがその住まいから逃げ出したからだ。スタンディッシュの攻撃による唯一のプラス側の効果といえば、ピルグリムが密接に同盟を結んでいる、マッサソイトラワンパノアグ族の力を増大させたことだった。1621年11月、ピルグリムがニューイングランドに、 最初の一歩を記してからほぼ一年後に、マーちゃんとアドベンチャラーズによって送られた二番目の船が到着した。フォーチュン号には37名の新しい入植者が乗っていた。しかし、船の到着が予想されたものではなく、多くの補給物資もなかったので、入植者が増えたことは、植民地の資源に歪みをもたらすことになった。フォーチュン号の乗客の中には、 元ライデンの信徒が数人混じっていた。ウィリアム・ブリュースターの息子のジョナサン、エドワード・ウィンスローの兄弟のジョン、およびフィリップ・ドラ・ノイエだった。ノイエは後に生をデラノに変えたが、その子孫が、後のアメリカ合衆国大統領フランクリン・デラノ、ルーズベルトである。フォーチュン号はまた、マーチャンとアドベンチャラーズからの手紙も運んできた。 それは彼らの支援に対して約束していたメイフラワー号に乗せて返すはずの商品がなかったことで植民地を避難するものだった。フォーチュン号は500ポンドの価値のある商品を乗せてイギリスへの帰途についた。それは負債の返済スケジュールを守る以上のものだった。しかしフォーチュン号はイギリスに船にを届ける前にフランスに捕獲されてしまい、 植民地にとってさらに大きな負債を作ってしまった。1623年7月、また2隻の船が到着し、新たに96名の入植者を運んできた。アンソニー・ダイク船長の暗号と、その10日後に着いたリトル・ジェームズ号だった。ライデンから来た人々の中には、ウィリアム・ブラッドフォードの未来の妻、アリスが含まれていた。暗号で来た入植者の中には、 辺境での生活に適合できず、あるいは植民地にとって望ましくない者も,もおり、翌年イングランドに戻った者も,もいた。グリーソン・アーチャーによれば、残った者たちはマーちゃんとアドベンチャラーズとの協定下に植民地に加わろうとはしていなかった。彼らは自分たちの社会に入植する、あるいは少なくともプリマスの入植者が規制されている制約を受けないという。 マーチャンとアドベンチャラーズとの合意の上で、アメリカに渡ってきていた。入職者に当てられ、商人13人の署名がある手紙には、これらの事実が挙げられ、新山のものは特有の条件で受容されることを、促していた。新しく到着した者たちには、プリマスロックの1マイル。南、ホブスホールと呼ばれる、イール川沿いの土地が当てられ、後に、ウェリングスリーとなった。 1623年9月、別の船で失敗した、ウェーマスの植民地を再度建設する入植者が到着し、一時的にプリマスに滞在した。1624年3月には、さらに何人かの入植者と初めての牛が到着した。1627年の牛を分割するリストでは、156名の 植民者が13の植民地のそれぞれ12の区画に分かれていたとある。もう一隻、これもメーフラワー号と名付けられた船が、ライデンの新都35名を1629年8月に運んできた。1629年から1630年に着いた船は多くの乗客を運んできた。正確な数字はわからないが、 当時の文書では1630年に1月までに植民地にはおよそ300名がいた。1643年、軍隊に従軍できる男性が600名いたことは、全人口は2000名くらいになっていたことを示している。植民地を解散することになる、前年の1690年、最も人口の多いプリマス軍の総水系人口は3055名だった。 この時の植民地全体の白人人口はおよそ7000名だったと推定できる。比較のために1630年から1640年の間、つまりピューリタンの大移住の時代にマサチューセッツ湾植民地だけで2万人以上の白人入植者が到着したと推定されている。また、 1678年のニューイングランド全体のイギリス人人口は6万人台だったと言われる。プリマスが最初の植民地であるという事実にもかかわらず、マサチューセッツ湾植民地に吸収されるとき、プリマス植民地は比較的小さかったことになる。マイルス・スタンディッシュ当初からマイルス・スタンディッシュがプリマス植民地の軍事的指導者だった。スタンディッシュは 最初の部隊を組織して、ニューイングランドに足を踏み入れ、プロビンスタウン港に着いたときは、ケープコッドの探検隊を率いた。3回目の探検隊の時もスタンディッシュが率いていたが、最初の遭遇と呼ばれる出来事で、スタンディッシュが、ピルグリム入植者として、インディアンへの最初の発砲を行ったという記録がある。最終的にプリマスに着いたとき、入植地の防御配置を決めたのは、 ライデン大学で軍事工学に関する訓練を積んできたスタンディッシュだった。スタンディッシュは最初の冬の2月に動ける男を軍隊組織に繰り入れた。2度目の冬には入植地を囲む大きな防柵を設計し建設の手配をすることに関わった。スタンディッシュは初期に2回インディアン集落に対する襲撃を引いた。一つは白人にとって 反逆者である交尾担当を見つけて罰するためのもので、これは不成功に終わった。もう一つは、スタンディッシュの襲撃と呼ばれるウェサガセットでの残酷な虐殺だった。最初の頃は、土地のインディアンの尊敬を集める効果があったが、二回目の時は、インディアンを怯えさせ、挑戦させるだけで、公益の収入の道を閉ざされた。ピクモート戦争ニューイングランドで、 最初の全面戦争は1637年のピクオート戦争だった。戦争の原因は1632年に遡る。現在のコネチカット州ハートフォード近くのコネチカット川渓谷の支配権をめぐってオランダ人毛川交易者とプリマスの役人との間に紛争が起こった。オランダ東インド会社とプリマス植民地双方の代表は ピクオート族から土地を公正に購入したと主張した。しかしインディアンに土地を売買するという文化はなく、彼らはこれを理解していない。また州長は、全権委任された代表でも部族長でもないので、書類に州長が、X 位を書いたからこの土地から出て行け、と白人に言われても、インディアンは納得するはずがなかった。インディアンの土地で、インディアン、イギリス人。 オランダ人の代理戦争が始まった。マサチューセッツ湾植民地とプリマス植民地の入植者がその地域に入ろうとするオランダ人を追い出そうとしていたので土地の奪い合いが起こっていた。イギリス人入植者の流入はピクオート族にとっても脅威だった。この地域のもう一つの同盟部族であるナラガンセット族との悲願族は元からピクオート族の敵であり、 イギリス人の側に着いた。表だった敵意を開始させた出来事は、1636年の、ジョン・オールダム船長の船の捕獲と殺人だった。この出来事は、ピクオート族の同盟者に避難が向けられた。1637年4月、ジョン・エン・ディコットによるピクオート族集落の襲撃が、ピクオート族戦士によるウェザーズ・フィールドへの報復攻撃を生み、30名ほどのイギリス人。 入植者が殺された。これが、さらに報復を呼び、ジョン・アンダーヒル船長とジョン・メイソン船長に引きられた襲撃で、現在のミスティック近くにあったピクオート族の集落は怪人に返し、300名のピクオート族が殺された。プリマス植民地は、実際の戦闘にほとんど関わらなかった。ピクオート戦争に続いて、ニューイングランドの4つの植民地。 マサチューセッツ湾植民地、コネチカット植民地、ニューヘイブン植民地及びプリマス植民地が、ニューイングランド植民地連合と呼ばれる、防衛名役を結成した。エドワード・ウィンスローは、その外交力で知られていたが、植民地連合の主相者となった。ウィンスローが、ライデンにいた時のネーデルラント連邦共和国で積んだ、経験が同盟を作るために使われた。ジョン・アダムズは、 後の時代に植民地連合を連合規約の前身と考えていた。連合規約は合衆国全体を統括する政府の最初の試みだった。フィリップ王戦争メタコメット。ポールリビアの規範がメタコメット州長は、フィリップ王の名でも知られており、マサソイトの下の息子で、ワンパノアグ族の州長の座を承継し、一族の優れた調停者だった。 メタコメットは、兄のアムスった、別名、アレクサンダーの1662年の突然、死によって、州長を継ぐことになった。戦争の原因は、イギリス人入植者が増え続け、土地の要求も増えていったことだった。インディアンからの土地購入が増えるにつれて、インディアンは、狭い領土内に制限されることになった。メタコメットのようなインディアンの朝廷者たちは、 土地が失われていくことに不満を抱き、それを遅らせるかあるいは取り戻すかする方法を探していた。特に関心が向けられたのはスワンシーの町の建設であり、そこはワンパノアグ族の大集落、マウントホープから数マイルしか離れていなかった。プリマスの議会が軍事力を使ってワンパノアグ族の土地を町の入植者に売却するよう強制し始めた。 紛争の引き金になったのは1675年のジョン・ササモンという祈るインディアンの死だった。ササモンはメタコメットの助言者であり友人でもあったが、ササモンがキリスト教に改宗したことで二人は決別していた。ササモンの殺人で告発されたのはメタコメットの最も上位の副官の何人かだった。インディアンの酋長に階級はなく上位も 会もない。州長は同じ立場であって、副官など存在しない。すべては、白人の思い込みで、州長が、告発されたのである。12名のイギリス人と6名の祈るインディアンの、陪審員は、殺人罪のインディアン被告を有罪とし死刑を、宣告した。今日、メタコメットの部下が実際に殺人を犯したのかそうでは、ないのかという議論が持ち上がっている。 そもそも州長であるメタコメットに部下など存在しない。インディアニ社会に上司や部下など命令系統は存在しない。ワンパノアグ族はマウントホープに近いその本拠で戦いの準備を始めており、イギリス人の応援を襲ってその資産の略奪を始めた。これに反応して、ジョサイア・ウィンスロー知事は民兵隊を召集し、 ワンパノアグ族の本拠に向けて進軍を始めた。戦争が始まった。ワンパノアグ族は身の白金を取るために武装していない女性や子供を攻撃した。そのような攻撃の一つでメアリ・ローランドソンを捕まえ、その小さな子供たちを殺した。捕虜になったローランドソンの微暴録が当時のインディアンの文化について多くの情報を歴史家に与えることになった。 戦争は1675年の残りと翌年まで続いた。イギリス人はインディアンを海戦に持ち込もうとしたが、インディアンがこれを避けてゲリラ戦の形態を取ったので、イギリス人は常に面食らうばかりだった。ベンジャミン・チャーチ・タインは友好的なインディアンの協力を求める動きを続けており、メタコメットたちのやり方であるとしても、インディアンとの戦い方を学ぼうとしていたが、 どのインディアンも潜在的な敵と考え信用しないプリマスの指導者たちにそのやり方を拒絶されていた。最終的にウィンスロー知事とプリマスの軍事指導者ウィリアム・ブラッドフォード少佐が折れてチャーチにイギリス人とインディアンの連合軍を作る許可を与えた。チャーチはサコネットとの同盟を結び共同軍で大きな戦いを避けまくっていたメタコメットの追跡を始めた。 1676年の7月中、チャーチの部隊は何百ものインディアンを大きな戦闘もなく捕まえたが、メタコメットは逃れ続けた。チャーチはイギリス側につくことに同意したインディアン捕虜に恩赦を与える許可を得たので、その部隊は大きく膨れ上がった。メタコメットはポカセットのインディアンに殺された。戦争は間もなく圧倒的なイギリス側の勝利で終わった。 この戦争でイギリス人成人男性人口の8%が死んだと見積もられているが、どこから見ても大きな数字である。しかしインディアンに与えた影響はもっと大きかった。多くの者が殺され逃亡し奴隷としてよそに売られたので、ニューイングランドのインディアン人口は60ないし80%は減ってしまった。1686年。 この地域全体がニューイングランド自治領と呼ばれる一つの政府のもとに組織化された。自治領にはプリマス植民地の他にロードアイランド、マサチューセッツ湾、コネチカット及びニューハンプシャーの各植民地が含まれていた。1688年にはニューヨーク、ウアストジャージー及びイーストジャージーが追加された。自治領の総督は エドマンド・アンドロスが指名されたが、全く人気がなく、自治領は長く続かなかった。プリマス植民地は反発し1688年4月に自治領から脱退した。自治領全体は1688年の名誉革命の知らせが届いた時に崩壊した。しかし、プリマス植民地の自治権回復も長くは続かなかった。インクリーズ・マザーに率いられた。 ニューイングランドの代表団が、自治領時代に無効化された、植民地特許を返してもらうために、イギリス本国へ交渉に行った。プリマス植民地にとって特に事態を悪くしたのは、もともと設立の時から、正式な特許を得ていなかったことだった。プリマスは正式の特許を得たいという願いが叶えられず、 プリマス植民地をマサチューセッツ湾植民地に付属させるという新しい直居が下った。プリマス植民地を終わらせる公式の宣言日は1691年10月17日であり、新しい総督ウィリアム・フィップスがマサチューセッツ湾植民地直居を持ってきた1692年5月14日に有効なものとなった。 プリマス議会の最後の公式召集日は1692年6月8日だった。植民地での宗教に最も重要な人物は、ジョン・ロビンソンであり、もともとスクルービーでの牧師で、ライデン時代の分離派指導者だった。ロビンソンは、ニューイングランドの地を踏むことはなかったが、彼の神学的生命の多くが、プリマスの教会でその本質と性格を形作った。例えば、 ロビンソンは女性と男性は自然法に従って異なる社会的役割があり、どちらも神の前では劣るものではないと述べた。女性と男性は違いがあるが、教会、家庭及び社会では全体として補完的な役割があると教えた。しかし、ロビンソンはしばしば女性の役割に劣った性格を割り当てた。女性たちのことを弱い入れ物と呼んだ。 宗教的な理解に関しては、女性を教育し、導きその前に立つのが、男の役割であると宣言した。また女性はその夫に、従うべきものとした。ロビンソンはまた、子供を育てる適当な方法について、体罰を強く強調して、厳格に育てることを説いた。子供の自立に向けた自然の傾向は、現在の権限であり、抑えられるべきものと信じた。 フィルグリム自身は、イギリス国教会の世俗的な拘束を取り去ることを求めたピューリタンと呼ばれる、イギリスの宗教運動の一部だった。この運動は教会を、より原始の状態に戻して、初期の恐怖によってなされたようなキリスト教信仰を実行することを求めた。ピューリタンは、聖書が、信仰的教えの唯一の根拠であり、キリスト教に付け加えられたもの。 特に教会の伝統に関して付け加えられたものは、キリスト教の信仰にはないものと信じた。ピルグリムは、イギリス国教会の中で改革を目論むピューリタンとは異なり、イギリス国教会から分離することを求めることで、ピューリタンとは一線を画していた。ピルグリムをネーデルラントに、さらにニューイングランドに誘ったのは、 イギリス国教会の外から信仰に携わりたいという願いそのものだった。プリマス植民地の各町は一つの教会の教区と考えられた。後年いくつかの大きな町は2内種3個の教区に分けられた。教会の礼拝に出席することは植民地のすべての住人に義務付けられ、教会員であることは個人的な改修を通じて神の恩寵を受けた者に限られた。 フリマス植民地では単なる信仰の告白が受け入れられるものに要求されるすべてだったと推測される。これは他のピューリタン教区よりも自由な原則だった。例えばマサチューセッツ湾植民地では正式な教会員になろうというものには厳密で詳細な尋問が課されるのが普通だった。教会には中央組織がなかった。個別の教区では それぞれの教会員の標準を決め、独自の牧師を雇い、それぞれの務めを果たした。教会は、疑いもなく、植民地の最も重要な社会的施設だった。聖書は、社会の第一の宗教的書物であるだけでなく、主要な法律書でもあった。教会に行くことだけで絶対ではなく、教会員であることが、社会的に必要だった。教育は、純粋に、 宗教目的のために行われた。植民地の法律は、少なくとも聖書が十分に読めるようになり、キリスト教の主要な原理原則を理解できるように、親が子供に教育を受けさせることを特に求めた。一家の男性の長者は、家族、子供、及び重木まで、全員の宗教的幸福に責任あることが期待された。 ほとんどの教会はその教会員に対して二つの制裁、すなわち国評と波紋を使った。国評は宗教的及び社会の規範に従わなかった行いを正式に叱責することであり、波紋は教会員の身分を完全に取り上げることだった。三つから公的な場での泥水まで社会的役と認識されたものの多くは公共の罰を通してよりも、 教会の懲罰を通して取り扱われた。教会の制裁は、教会員の外では公式の認識を得なかったので、民事や刑事の告訴という結果にはならなかった。それにもかかわらず、このような制裁は社会を制御する強力な道具だった。ピルグリムは、幼児の洗礼を行った。公的な洗礼儀式は、通常生まれてから6ヶ月以内に取り行われた。結婚は、 宗教儀礼というよりも公共的なことと考えられた。そのような手配は、来伝時代に広まった習慣であり、ネーデルラントでは普通のことだった。しかし、ピルグリムは、この手配を聖書に叶うものと考えた。聖書には、牧師が結婚式を差配するとは書いてないとしてもである。宗教的な指導者によって取り入れられたピューリパンの進学以外に、 プリマス植民地の人々は超自然に対して強い信仰があった。プリマスの住人にその作品がよく知られたピューリータンの神学者、リチャード・グリーナムは問題を解決するために魔法に頼ることに対し激しく批判した。ピルグリムは自分たちに降りかかる、ほぼすべての厄災に悪魔の仕事を見ていた。黒魔術は現実的で健在するものだった。 人々に不幸をもたらす邪悪な魂の存在を信じた。例えば、1660年、ジェレミア・バローズの歴史についての審問は、所有していたカヌーに攻めがあるという結論を出した。17世紀のマサチューセッツ湾植民地で魔女裁判が起こったが、プリマスで同様なことが起こったという証拠はない。魔法は1636年のプリマス裁判所による法典には、 重大な犯罪とされているが、プリマス植民地で、魔法使いとして、実際に判決が下った例はなかった。法廷記録には、魔法使いの正式な告訴が2件あったことを、示している。最初は1661年のグッド・ワイフ・ホームズで、審問にもならなかった。2番目は1677年のメアリー・イングラムで、審問に付され無罪方面となった。 エドワード・ウィンス・ローとスザンナ・ホワイトは1620年から1621年の厳しい冬の間にお互いの伴侶をなくしておりプリマスで初めて結婚するカップルとなったブラッド・フォード知事が結婚式を取り行った結婚は植民地の成人住民にとって正常な状態と考えられた多くの男は20代半ばに女は20歳頃に 最初の結婚を行った。再婚は特別なことではなく、家父及び男やもめは再婚するように社会的また、経済的圧力を受けた。平均して、家父及び男やもめは半年から一年以内に再婚した。結婚的齢期に到達した、成人の多くが60代まで生きたので、人生の3分の2は結婚した状態で過ごした。 結婚という制約の中で女と男は法的にも社会的立場からも平等とは考えられなかった。しかし17世紀ヨーロッパの標準と比較するとプリマス植民地の女性はより広い法的社会的権利を持っていたことは注目すべきである。教会の考え方から女は神の前では男と対等だった。家族全体で共に礼拝を行い、 神の恩寵は、すべての信仰告白したキリスト教徒に平等に与えられるものだった。しかし、ピューリタンの家庭での女性は子供を育てたり家事を取り仕切る伝統的な女性の役割を期待された。女性に権利がほとんどなかったヨーロッパとは異なり、プリマスの女性は、広い財産と法的な権利を享受できた。プリマスの家父はその夫の遺言から法的に排除。 されるのではなく、遺産の3分の1の相続は保証された。プリマスの女性は契約の相手とされ、その顕著な例が、婚前契約書だった。嫁となる者は、結婚によって、資産の結合に関する契約に入ることが普通だった。いくつかの場合、特に再婚の場合、女性は、夫とは別に資産を管理できる排他的な権利を与えられた。女性はたまに、 プリマスの売死人になることでも知られた。17世紀の報酬館では注目すべきことである。歴史家のジェームズ・スコットとパトリシア・スコットは、アンバットソンの子供の死に関する1678年の審問で、売死人は5名の女性と7名の男性だったことを、例に挙げている。植民地の一家族あたり人数は、今日のアメリカの標準から考えると多い。 出産は間を開けたので子供の年は平均的に2歳離れていた。ほとんどの家庭は同じ屋根の下に5、6人の子供がいたので、母親が出産を終えてしまう前に成長した子供を外に出すことも稀なことではなかった。出産で死ぬ母親や子供の死亡率も高かった。出産30回に1人の母親が死に、 平均して5人に1人の母親が出産の時に死んだ。新生児の死亡率も高く、1歳未満で死ぬ確率は12%だった。1995年の新生児死亡率が0.76%で、あることと比較すれば、その高さがわかる。植民地の家族構成は、各家族が普通であり、近い親戚は近くに住んだ。 成人になった者は家を出て、自身の世帯を作ることが期待された。両親と生まれた子供が同じ家に住むことに加えて、多くの家庭は他の家庭から子供を預かることもあり、また年期暴行の重木を抱える家庭もあった。より裕福な家庭は奴隷を所有した。子供たちは、大体8歳くらいまで、母親の直接費後のとに置かれ、その後に、 他の家族の里子に出されることが稀ではなかった。このようなやり方で子供を外に出すことには多くの理由があった。里子に出されてから商売のやり方を学んだり、読み書きを教えられる子供がいた。植民地で決定されるほとんど全ての事項と同様に、子供を里子に出すことには宗教的な理由があったと思われる。 子供の実の親は子供に対する愛情が深く、適度に鍛えることができないと考えられた節がある。他の家庭環境に子供を置くことで、子供が甘やかされてダメにされる、危険性が減った。思春期は、プリマス植民地で認識される人生の一段階では、なかった。また青年から成人になったことを祝う習慣も、なかった。重要な転換期は、 様々な年齢で起こったが、どれも青年に達することとしての行事はなかった。子供たちは8歳になると、家業の手伝いをしたり、あるいは里親の下で仕事の仕方を学んで、大人たちの人生の役割を学び始めることが期待された。ほとんどの子供たちは8歳頃に宗教的目覚めを経験し、教会員となった。孤児となった子供たちは14歳で、 その保護者を選ぶ権利があった。16歳で男は軍隊に入る的確者となり、犯罪に対する裁判のような法的に責任ある大人とも考えられた。21歳という年齢は男が独り立ちする最低線とされたが、実際には20代半ばになることが多かった。21歳は相続を開始できる年齢ともみなされたが、法律では 個人の権利を尊重しその意思でもっと早い年齢でも可能にしていた。プリマス植民地では実際の学校は稀だった。最初の実際の学校が作られたのは植民地設立後40年が経っていた。植民地議会が正式の公的学校を作ることを承認したのは1673年であり、当時の予算で作られたのはプリマスの町だけだった。 1683年までに他に5つの町でこの予算がついた。若者の教育は学校が通常のことになった後でさえも学校の主要な領分と考えられることはなかった。教育の大半は両親と里親の役割だった。プリマスでは年期暴行が通常のことではなかったが里親が自分たちのやっていることをすべて 子供たちに教えることが期待された。教会も子供の教育で中心的な役割を果たした。子供たちに文字を教える主要な目的は聖書を自分で読めるようにすることだった。プリマス植民地はイギリス政府から独自の政府を作ることを認める直挙を得ていなかった。しかし、統治の手段が必要だった。六百二十年十一月十一日に、 プロビデンス港に到着したメイフラワー号に乗っていた41名の働ける男たちによって署名されたメイフラワー名役書は植民地で最初の統治法を決める文書だった。正式の法律は1636年に法典化された。植民地の法律はイギリスの慣習法と聖書の中に書かれている宗教的な定めとの融合だった。 この植民地ではほとんどすべての成人男性に市民権を与えた。フルシチズンズとかフリーマンという言葉は選挙権や非選挙権のような地域におけるすべての権利と特権を持つことを意味した。自由人になるためにはすでに自由人であるものの講演を取り、議会に認められる必要があった。後に自由人を申請し、 認められるまでには1年間待つという規定ができ、また特にクエーカー教徒が自由人になることを防ぐために宗教的な制約も設けられた。自由人であることは年齢的な制限もあった。公式の最低年齢は21歳だったが、実際には25歳から40歳の間に引き上げられ、平均的には30代の前半だった。 植民地で最も権威ある者は知事であり、当初は自由人による選挙で選ばれたが、後に議会の毎年の選挙で指名されるようになった。議会は知事を補佐するための内閣を構成する助手を7人選出した。知事と助手は町の主要な管理者となる警察署長と植民地の主要な公僕であるメッセンジャーを指名した。これらのものは 布告を出版し、土地の測量を行い、刑を執行し、その他の責務を果たす責任があった。議会は、植民地の立法府であり、司法府でもあった。自由人の数に応じて選出され、通常は、植民地の首都であるプリマスで開催された。司法については、定期的に、グランドエンクエストが開催された。これは大陪審のようなものであり、 自由人の中から選出された者が信頼できる告発に対して苦情を聞き宣誓して国訴を行った。議会と後には町や軍の裁判所が刑事や民事の裁判を取り仕切ったが最終宣告は自由人の陪審員団によってなされた。議会は立法府として必要とされる法律の布告を行うことができた。植民地の初期は これらの法律が正式にはどこにも蓄積されなかった。1636年、これらの法律が初めて体系化され、1636年法律書として出版された。この法律書は1658年、1672年、及び1685年にも出版された。これらの法律の中には、税金の取り立てや土地の分配に関するものが含まれていた。 議会は入植地による司法政府を作る手段として軍区を設立したが、それらの町の中での土地分配を具体的に支配する権利を持っていた。新しい土地が自由人に認められた場合、その認められた個人のみが入植を認められるものとされた。議会の許可なしに個々の入植者がインディアンから土地を購入することは禁じられた。政府は ワンパノアグ族との間の壊れやすい平和を認識しており、インディアンの土地をすべて買い占めて、彼らを悩ませるようなことは避けようとした。法律は犯罪とそれに対する刑罰も定めた。死刑に相当するいくつかの犯罪があった。裏切り、殺人、魔術の行使、放火、同性愛、強姦重姦 貫通並びに、実の親を冒徳したり殴ったりすることだった。実際に死刑を執行することは、極めて稀だった。唯一、性に関連する1642年のトマス・グランジャーによる、銃貫事件は、死刑が執行された。1679年にエドワード・バンパスという、男が、両親を殴り虐待した、角で死刑を宣告されたが、 精神異常という理由で重い無打ち刑に変えられた。おそらく最も知られた死刑の適用は、ジョン・ササモン殺人の角で告訴されたインディアンの例で、アロー。このことが、フィリッピオ戦争の原因となった。名目上死刑に値する犯罪でも、貫通は、通常公的に恥ずかしめられることで扱われた。貫通を犯した者は、ナサニエル・ホーソーンの小説。 ひ文字の中のヘスタープリンのやり方で衣類に AD の文字を縫い込んだものを着ることを強制された。年季暴行について規定した法律もあった。これはある人が報酬なしである期間働くことで負債を支払ったり、訓練を積んでもらうことを規定する法律だった。法律によれば、年季暴行を行う者は知事、または助手による登録を必要とし、 方向期間は6ヶ月以上とされた。さらに法律は雇い主が方向するものに必要とされる期間を短縮してはならないこと。イギリスで方向期間が始まったものはプリマスでその期間を満了させなければならないと規定していた。現在プリマスの支障として使われているものは1629年にプリマス植民地の表彰としてデザインされたものである。これは セントジョージの十字架をつけた盾の中に4人の姿を表したものであり、明らかにインディアンの服装でジャンカルバンの燃える心臓を捧げている。この表彰は1931年までプリマス軍でも使われた。この地域には明快な土地特許がなかったので、入植者たちは政府を作る直許なしで定着し、その結果、どこまでが、 植民地の統治が及ぶものか特に初期ははっきりしなかった。1644年、古植民地線が1639年の測量に基づいてマサチューセッツ湾植民地とプリマス植民地の間の境界として公式に認められた。1677年のニューイングランド地図。西が上になっている。ロードアイランド植民地との境界は、 事情がもっと複雑だった。1636年に、ロジャー・ウィリアムズが、現在のポータケットの近く、レホボース地域に入植した。ウィリアムズは、プリマスがその地域の領有主張を維持しているために、強制退去させられた。そこでポータケット側の西岸に移動して、ロードアイランド植民地の核となるプロビデンスの入植地を作った。 ここは1644年に正式にプロビデンスプランテーション特許を得て成立した。ロードアイランドとプリマスの双方から様々な入植者がこの地域に入植を始め、プリマス植民地の西の境界はさらに不明瞭なものになった。この問題がすべて解決したのは1740年代のことであり、プリマス植民地はすでになくなっていた。ロードアイランドは マサチューセッツ湾植民地との間に論争があった地域について1693年に特許を得ていた。1746年、王室の布告でナラガンセット湾の東側の海岸をロードアイランド植民地に付属するものとし、ニューポート軍の本土側の部分と現在のブリストル軍の全部を含めた。 その教会はその後も論争を続け、マサチューセッツ湾植民地が、マサチューセッツ州となって遥か後の1898年になってやっと、ロードアイランド州との決着がつき、批准された。バーンスタブル軍の地図、1890年プリマス、植民地の歴史の大半を通じて、町が一つの主要な管理単位であり、植民地を政治的に区分するものだった。 プリマス植民地が初めて正式に軍に分かれたのはニューイングランドの自治領形成に動いていた時期の1685年6月2日だった。この時、3つの軍が創設され次のような町で構成された。プリマス植民地のイギリス人は大まかに3つの範疇に分けられる。ピルグリム、違法人及び特殊人である。ピルグリムは後に北方に、 マサチューセッツ植民地を建設したピューリタンのように、ジャンカルバンの教えに忠実に従うプロテスタントの仲間だった。しかし、内部からイングランド国教会を改革しようと望んだピューリタンとは異なり、ピルグリムは国教会をほとんど過去のものとなったも、同然の組織と見ており、その中から脱出しようとした。ピルグリムという名前は、 実際に分離主義者自身によって使われたのではなかった。ウィリアム・ブラッドフォードはこの集団を呼ぶときに、ピルグリムという言葉を使ったが、彼はこの言葉を宗教的な使命を持って旅する、人々の集団を定義するために総称的に用いた。我々が現在ピルグリムと呼ぶ人々によって使われた言葉は、聖人たちだった。彼らはこの言葉を、 カルバン主義の予定説信仰に同意し、神に選ばれし、物の中の特別な位置を示すために使った。ピルグリムすなわち、聖人たち以外に、メイフラワー号に乗っていた残りのものは、異邦人として知られていた。この集団は、マーチャンとアドベンチャラーズによって、メイフラワー号に乗せられたヒピルグリム入植者を、含んでいた。また、植民地の歴史を通じて、 他の理由でやってきた皇族の入植者や、ピルグリムの宗教的理想に必ずしも執着しない人もいた。三番目の集団は、特殊人として知られ、皇族の入植者の集団で、自ら、アメリカ行きの特殊な手段に費用を支出しており、植民地の負債を払う必要のなかった者たちだった。違法人と特殊人の存在は、ピルグリムにとっては、かなりの悩みの種だった。 1623年には、二つの集団の間に、クリスマスの祝い方について紛争が発生した。ピルグリムにとってクリスマスは特別な意味を持たなかった。さらに、法人の集団が近くに上サガセットの入植地を作ったとき、ピルグリムは、感情的にも、資源の面でも、異法人の規律の足りなさに強く神経を逆なでされた。 結果的には餌がセットの入植地は失敗し、ピルグリムはこれを罪深い民に対する神の説理とみなした。プリマスの住人は、初期の移住者と後から来た者とを識別する言葉を使った。入植者の第一世代は1627年、以前に到着した者と一般に考えられ、自分たちで古い来訪者あるいは種をまく人と呼んだ。後の世代は、 第一世代のことを先祖と呼んだ。家族数1970年、歴史家のジョン・デモスが、ピルグリムに関するかなり包括的な人口動態調査を行い、小さな共和国を発表した。この報告書では、植民地の平均的家族の子供の人数は、第一世代で7.8人だったのに対し、第二世代で8.6人、第三世代で9.3人と増加した。 幼児の死亡率もこの間に減少し、第一世代で生まれた子供が21歳に達するのは7.2人だったのに、対し、第三世代では7.9人となった。平均寿命は、男の方が女より高かった。21歳まで成長した男は、平均寿命が69.2歳だった。 この中で55%以上が70歳以上まで存命し、15%足らずが50歳前に亡くなった。女性の場合、子育てに、固有の難しさのために、これらの数字がかなり低かった。21歳まで成長した女の平均寿命は62.4歳だった。この中で45%足らずが70歳以上まで存命し、 約30%が50歳前に亡くなった。フィリップ王戦争の時、プリマス植民地だけが成人男性人口の8%を失った。この戦争が終わるまでにニューイングランドにあった約100の街の3分の1が焼け出され放棄された。このことはニューイングランドにおけるイギリス人人口にかなりの影響を与えた。ニューイングランドのインディアンは 部族間の同盟が緩い状態にあり、国家と呼ばれたのは現在と同じである。これら同盟の中に、ニップマック族、マサチューセッツ族、ナラガンセット族、ニアンティック族、モヘガン族及びワンパノアグ族がいた。いくつかの重大な出来事により、インディアンの人口は激減した。最初の出来事は、ウェサガセットでの、スタンディッシュの襲撃であり、これが、インディアンたちを恐怖させ、 多くはその集落を捨てて、飢餓と薬病で、多くの者の,の死という結果になった。次の出来事は、ピクオート戦争であり、その結果は、ピクオート族の壊滅と地域の力関係の変化ということになった。3番目は、フィリップ王戦争であり、ニューイングランド南部のインディアン総人口の80%が、死亡、または逃亡という形になり、地域の人口構成に、 劇的な変化を及ぼした。多くのインディアンがカリブ海や他の地域にプランテーション用の奴隷として売り飛ばされた。プリマス植民地の富遊な家庭ではアフリカ西海岸から輸入した黒人奴隷を所有しており白人の年季暴行とは異なり個人の所有物として他の財産と同様に相続された。奴隷の所有はそれほど広く行われていたわけではなく 所有するために必要な富が、まだ蓄積されていなかった。1674年、マーシュフィールドのトマス・ウィレット船長の財産目録には、200ポンドの価値で、8人の黒人と記されている。当時の他の財産目録でも、奴隷の資産価値は1人当たり24から25ポンドで、あり、多くの家庭の財政能力を超えていた。 1689年のブリストルの町の統計では、そこに住む70家族の中で1家族のみが奴隷を所有していた。植民地の中に奴隷の数が少なかったので、議会は黒人奴隷に関する法律を通すこともなかった。植民地ができて、最初の2年半は資産共有の体制をとっていた。個人資産も労働階級もなかった。 街のために栽培された食料は平等に分配された。ウィリアム・ブラッド・フォードは次のように記した。この皆が共有した生活とその条件の中で経験され、何年も、また経験で金言な男たちの中で試みられた、事柄は、プラトンなどその後の世代に称賛された古代人の概念が虚しいことを称しており、私有財産をなくし共有社会とすることは、 彼らを幸福にもしまった繁栄させることにもなる。彼らの方が神よりも賢明であるかのようである。この社会にとって、これまで多くの混乱と不満を生んで遅れを生じさせていたものが、彼らの利益と慰めになっている。1623年までに飢餓に直面したプリマス。植民地指導者たちは別の生き方を選んだ。各人に私有地を割り当てることで生産性が増した。 ことは明らかである。再度ウィリアム・ブラッドフォードは次のように記している。彼らは、惨めな生活の中で打ちし折れてしまわないように、いかがにすれば、以前より、多くのトウモロコシを収穫できるか、以前よりも良好な収穫を得られるかを考え始めた。ついには、多くの議論の後で、知事が譲り、全員が、 個々に所有する土地にトウモロコシを植え、その栽培は彼らに任せ、他のことは全て以前のままにさせることにした。家族の人数に応じて各家族に土地を割り当てた。そのために現時点で使うための土地とし、少年や青年まで全てに範囲を広げた。このことは良好な結果を生んだ。あらゆる働き手が勤勉になり、 知事などが使った手段によるよりも多くのトウモロコシが植えられ、知事は問題を処理する手間が減り、大きな満足感を生んだ。女性は進んで畑に出るようになり、子供たちにも共にトウモロコシを植えさせた。以前ならば弱者とか能力が足りないとか主張し、強制すれば、先生とか抑圧だとか考えられたことだった。プリマス植民地は、 共有財産性と自由市場性とを比較したときに、生産性に効果をもたらした高齢として、引き合いに出されてきた。法律を変えることで労働者それぞれが栽培する、食料を保有することを認め、生産性が格段に上昇し、植民地を飢餓から救った。プリマス植民地の富の大きな源泉は、毛皮貿易だった。マイルス・スタンディッシュがウェサガセットでインディア語、 騙し打ちした襲撃で白人はインディアンの信用を失った。この虐殺が引き起こした交易の混乱は植民地のものに種の大きな苦境を強いることになった。このことはウィリアム・ブラッド・フォードが植民初期の経済的な困難さを生んだ要因として直接引き合いに出している。植民地の者はその代わりに漁業で収入を得ようとした。ケープコッド湾の海は 優れた漁場として知られていた。しかし、植民者は会場での技に欠けており、それほど経済的困難さを救う効果がなかった。プリマス植民地は地域全体との交易を行い、はるか遠いメインのペノブスコットまで交易基地を作った。ニューアムステルダムのオランダ人ともしばしば交易を行った。経済状態は植民地に 牛が到着したことで改善された。何時最初の牛が到着したかは不明であるが、1627年に牛の放牧地を分けたことは、植民地における土地の私的所有の方向に動いたことを示している。牛は植民地の重要な富の源泉となった。1638年に牛は平均して28ポンドで売れた。しかし、大移住の間の移民の増大は、 牛の価格を下げた。1638年に28ポンドで売れた牛が1640年には、わずか5ポンドだった牛以外に、豚、羊、およびヤギも育てられた。農業もプリマス植民地経済の重要な位置づけになった。植民地の人々はインディアンから農耕法を教わり、作物を選んだ。トウモロコシ、スカッシュ、カボチャ。 豆類及びジャガイモを育てた。ピルグリムはインディアンから林作を行うことや死んだ、魚を肥料にすることを学び、農業生産性を改善した。インディアンの作物以外にも、植民地の人々は、旧世界の作物を持ち込んだ。株、人参ンン、遠ウ豆、小麦、大麦及び大麦だった。ウイスキーはインディアンを酔わせ、土地権利書に署名させるために、 大いに活用された。夢による刑事を重要視するインディアンたちはウィスキーに端溺し、身を滅ぼしていくものも多かった。全体的に、プリマス植民地にはほとんど現金がなかったので、富は所有物という形で蓄積された。毛皮や家畜のような交易品は価格変動があるものであり、富の蓄積のためには頼りがたいものだった。 イルやソーシングのような商品は住民にとって経済的安定性の重要な資源だった。これはすべてのものを共有するというインディアンの文化と正反対の思想だった。インディアンたちは売るつもりもなくその土地を白人たちに奪われていった。プリマス植民地は72年間という比較的短い期間存続したが、設立とそれに続く期間に起こった出来事は、 アメリカ合衆国の芸術、伝統及び神話の中で生き続けている。ウィリアム・ブラッドフォードによるプリマス・プランテーションについて、ピルグリムの最も早い芸術の表現は、そのアメリカ到着前にすでになされた。オランダの画家アサム・ウィラーツが1620年にデルフス・ハーフェンからのピルグリムの旅立ちの様子を描いていた。 同じ光景が1844年、ロバート・オルターウェアによって再度描かれ、作品はアメリカ合衆国議会議事堂の大広間にかけられている。プリマス上陸や最初の感謝祭など、プリマス植民地の様々な光景を記録するための多くの絵画が制作された。その多くは植民地の歴史を保存するために1824年に作られた博物館と、 歴史協会である、ピルグリムホールに集められている。プリマス植民地の生活に関する当時の証言は、極めて重要な歴史文書と文学作品の古典になってきた。ウィリアム・ブラッドフォードによる、プリマス・プランテーションについて、およびブラッドフォード、エドワード・ウィンスロー、その他による、モートの関係は、どちらもメイフラワー号の乗客によって書かれた証言で、あり、 大西洋を超える航海や植民初期のことに関する多くの情報を与えてくれている。ベンジャミン・チャーチはフィリップの戦争に関する興味ある過程を含みフィリップ王戦争のいくつかの証言を書き残したが、これは18世紀を通じて人気あるものだった。この作品の一つの版が1772年にポール・リビアによって差し絵を施された。他にも 神の主権と善意は、フィリップ王戦争の時に、インディアンに捕まってその社会で、しばらく生活した、イギリス人女性、メアリー・ローランドソンの視点から証言を集めたもので、ある。後世のヘンリー・ワーズワース・ロングフェローによる、マイルス・スタンディッシュの交際は、プリマス植民地の生活を、ロマン的にまた一部フィクションを交えて描いたものである。ピルグリムに関する映画も多い。 マイルス・スタンディッシュの交際は何回か映画化された。スペンサー・トレーシーを起用した1952年の映画プリマス・アドベンチャーヒストリー・チャンネルによって制作された2006年のテレビドキュメンタリー絶望的な都会メイフラワー号の真実などがある。アメリカ合衆国は毎年11月第4木曜日に感謝祭の祝日を祝う。この日は 連邦の祝日であり、家族が集まって、伝統的に七面鳥を主産とする食卓を囲む。この日の公的な催しは、パレードやアメリカンフットボールの試合である。この祝日は1621年に、プリマスで催された収穫を祝う祭り、最初の感謝祭を称える意味がある。その様子は、植民地の初期間で、ブラッドフォードの老いだったナサニエル・モートンによる、 ニューイングランドの記憶に記録されている。毎年の感謝祭は最近作られたものである。19世紀初期、アメリカ合衆国政府は感謝祭を国民の祝日にすると宣言したが、一回限りの宣言であって、戦闘の勝利のような特別の出来事を祝う意味合いのものだった。米英戦争が終わってから間もなく北東部の諸州が、 毎年11月に感謝祭を祝うようになった。今日の感謝祭は、ボストンのレディーズマガジンの編集者、サラ・ジョセファ・ヘールという一人の女性の働きによるもので、ある。ヘールは1827年から、ピルグリムの最初の収穫祭を記念して、毎年感謝祭を国民の祝日にするよう論説を書いた。40年、近い後の1863年、 エイブラハム・リンカーンは11月の最後の木曜日を最初の近代的感謝祭と宣伝した。フランクリン・ルーズベルトとアメリカ合衆国議会が最終的に11月の第4木曜日に変えた。1941年、この祝日は公式の連邦祝日であると議会によって認められた。感謝祭の祝日を発展させる今日の催しの中では、 ナショナルフットボールリーグの感謝祭クラシックゲームや、ニューヨークの名シーズ感謝祭パレードが伝統となっている。プリマス植民団に虐殺され、土地を奪われた、ワンパノアグ族ら、ニューイングランドのインディアン団体、ニューイングランドアメリカインディアンレインゴは、この日を呪わしい、白人によるインディアンの虐殺と侵略の等し、虐殺された先祖への弔意を示す黒い腕章をつけ、 白人によるワンパノワグ族虐殺の歴史を忘れるな、との標語を掲げ、抗議のデモを行っている。プリマスの岩ピルグリムの上陸をしのぶ、象徴の一つが、プリマスロックである。プリマスの上陸地点近くにあった、下降戦力岩の大きな岩の露出部である。しかし、この岩が、上陸地点にあったということに言及している、当時の証言はない。ピルグリムが、 上陸地点に選んだのは岩場ではなく清水を確保し魚が獲れた小川だった。最初にプリマスロックを実際の上陸地点だとしたのは1741年の当時90歳のトマス・フォーンスであり、その父親は1623年つまり最初の上陸の3年後にプリマスに到着していた。 この岩は後に支柱に支えられた屋根で保護された。1774年、岩を掘り出すことが試みられたが二つに割れてしまった。いくつかの欠片がプリマスの中心部にあるタウンスクエアに置かれた。1880年、埋まったままの方の岩が掘り出され、壊れた欠片も元のように付けられた。その後何十年もお土産に岩の欠片を持ち帰る者がおり、 残った岩は、今では、アービング博物館の複合的建物の中で保護されている。この博物館には、渡航船の復元であるメイフラワー2世、号、1620年の入植地を再現した、プリマスプランテーション、および17世紀インディアンの集落を再現した、ワンパノアグ集落がある。1970年には、 ピルグリム・ファーザーズ上陸350周年記念の日として華やかな式典行事が行われた。しかし白人にとって記念すべきこの岩はインディアンたちにとっては侵略と民族浄化の忌まわしい象徴である。このピルグリム・ファーザーズ上陸350周年記念の日には全米最大のインディアン権利団体アメリカ・インディアン運動が式典に乱入し、 抗議行動を行った。数族 AIM 活動家のラッセル・ミーンズらはこの時、記念展示されていた、メイフラワーに世号に乗り込んで、マストに AIM の旗を掲げ、また土砂を満載したトラックを乗り付け、プリマスの岩を土砂で埋めてみせた。メイフラワー子孫の総合協会、略してメイフラワー協会は1620年に、 メイフラワー号で到着した102名の乗客の一人か、それ以上の血を引くことが証明された人々による、系譜的な組織である。この教会は1897年に、プリマスで作られた。この教会は1000万人のアメリカ人が子孫だと、主張できると言っている。メイフラワー号乗客との関係を調べたい人には、教会が調査サービスを提供できる。ありがとうございます。